カンボジアの映画館に来ました。正直カンボジアで一番おすすめの場所です。通常3ドルで見られますが VIP でございます。これは大丈夫なやつ。今日はザ・ジェントルメンという映画を見ました。タイマーを育てる映画ですね。2席1セットで30ドル、だいたい1人1500円ぐらいで、日本とさほど変わりがないですよね。店内は赤を基調としてとってもゴージャスで、もう気分が上がる上がる。そしてエスカレーターで上に上がります。もちろんカップルでもおすすめなんですが、私は一人で行くことがとっても好きで、すごい贅沢してる気分になれるんですよね。そしてこちらがその VIP シアターでございます。ラウンジがついててお菓子を出してくれるんですよ。綺麗ですよね。わお、お手洗いも広々。これじゃあ5人家族も悠々暮らせるね。いよいよ行きますよ。こちらがシアターでーす。シングルベッド2つのキングサイズになってるベッドなんですよ。これが本当にふかふかで気持ちいい。ただ極寒です。一人で行くと寒い。なんと枕元にお酒やジュースが飲み放題で、こちらは無料でついているんですよ。このサービスもいいですよね。そしてこのボタンを押すとね、どうなさいましたかと女性が来てくださいます。ポップコーン一つとか言うとすぐに持ってきてくれるんですよ。すごいサービス、 VIP。 とにかく快適なので、カンボジアに来た際はぜひお立ち寄りください。あーやばいやばい、忘れてた。あー下手こいた。Hi, you're gonna shut the entire thing in.バチバチに寝てました。